5月号の草書に行きます。じゃあ部という字に行きますね。まず頭を作って太いから細いですね。上がって細いから太いで抜いて、これを受けて反って細いから太いですね。太いから細い、向き変えて細いから太いぐらいで抜いて、てです。てという字に行きますね。上から受けてまっすぐぐらいですね。少し押し戻す感じで細く出てきて、こっから太くして下に抜いていきます。春という字に行きますね。まず、穂先は左ですね。太いから細い。上に上がって、また穂先を左で軽く留めますね。ここは穂先が上で太くですね。これを受けて。で、押し戻して払っていきますね。じゃあここは少し太めにして、細いから太いぐらいで上がって、ひっくり返して、細いからやや太いぐらいで抜いていきます。外という字にいきますね。頭を作って太いから細い、少し細く上がって、ひっくり返して、やや細いから太いぐらいで止めます。密という字にいくね。筆を動かしながら太いから細い、またここで少し太いから細いですね。突き上げて斜めに持ってきて、太いから細いですね。ひっくり返して細いから太いでいきます。押し戻して抜いてきて、ここ細く少し受ける感じで太くして抜いていって、点ですね。細いから太いで止めます。ふつという字に行きますね。当てて頭を作って、細いから太いぐらいね。太いから細い。肩下げて、また太いから細いですね。で、抜きます。穂先を左で、ここは太くね。少し右側は軽くで抜いていきます。